世界アイスアート選手権25周年のステージ世界アイスアート選手権とは1989年から活動している非営利団体アイスアラスカによってアメリカ合衆国アラスカ州フェアバンクスで1991年から毎年開催されている国際的な表像コンテストイベントである本イベントには毎年30カ国もの国から100人以上の氷彫刻家が参加する 2004年には28カ国以上の国から4万8000人もの人々が来場した。非営利団体アイスアラスカは1991年に最初の世界アイスアート選手権をフェアバンクスで開催した。この大会には彫刻家16チームが参加し、1週間開催された。今日では世界中から75チームが参加し、1ヶ月間の開催と拡大している。 2011年までは、アラスカ鉄道から、パイオニア公園からチェナ川までの8.1ヘクタールを借りて開催していた。2012年以降は、ザ・ジョージ・ホーナー・アイスアート・パークで開催されている。オーグ・レイィーチの震度80フィートから、アークティック・ディアマンとも称される、とても透明な氷を切り出して使用している。また、氷は彫刻エリア外の子供用スペースで、 氷の滑り台、氷の迷路、アイススケートリンク等でも使用されている。この大会は、写実主義と抽象表現主義に分割され、そこから3つの部門に分かれる。日本から参加の順一中村、徳次中野等がいる。ありがとうございます。